君こんなところで何やってるんですかそんなにお口をあんぐり開けてひどいまぬけずらになってますよでこれはどういうことですかご自分の口から説明してください喧嘩ですか 男と男のちっぽけなプライドをかけたつまらない戦いのことですよね。は何ですかあなたたちは。私は彼と話をしてるんです。邪魔しないでいただけますかええ、構いませんよ。私が相手をしてあげても。 はい、この場にいる全員まとめて相手をすると言ってるんです安心してください皆さんのことをきちんとボコボコにしてあげますから私手加減苦手ですしさあ始めましょうか息の良さそうなそこのあなたからでよろしいですかうん何です 腰が引けてますよそんなへっぴり腰で本気で私に勝てるとでも <laughs> ダメですよそんなんじゃ張り合いがないじゃないですかほーらちゃんと構えてって皆さん逃げちゃいましたねパンチョくん。 私、そんなに怖かったですかそうですか自覚なかったんですけどそこまでですかはっ今なんと私には「脳筋ゴリラ」って聞こえたんですけどうーんそうですか 気のせいですかそういえばゴリラって私のこの腕みたいにすごい筋肉もりもりですよねふふッのことやっぱりそう思ってたんですね痛い何言ってるんですか これでもだいぶ手加減してるんですけどっていうか女の子のことをゴリラ呼ばわりなんてひどくないですかデリカシーなさすぎですあまだお仕置きが足りないみたいですねお次は何がいいですか関節技とか決めちゃいますもう 発言を取り消すくらいなら最初から言わなければいいのにそれでどうしてまた喧嘩をしたんですかなるほど喧嘩を売られたから買っただけ番ンチョくんいいえ単細胞くんは また安い挑発に乗ったということですね。前に私と約束しましたよね。もう喧嘩はしないって。なのに番長くんと来たら、毎回会うたびに喧嘩して怪我して、少しは心配する彼女の身にもなってください。君がいつも怪我して帰ってくるの。 私が何とも思ってないとでも怒りますよ本当に心配したんですからバカ次喧嘩したら私と怠慢張ってもらえますからね当たり前です口で言っても分からないおバカな彼氏くんには体で分からせるしかないでしょ ん、分かればよろしい次はありませんからじゃあ傷の手当てをしてから帰りましょういつも通り救急箱持ってきてますから消毒しますのでじっとしててくださいねはい我慢してください男の子なんですから これでよしさあ帰りますよ嫌です話しません私と君は恋人なんですから手をつなぐのは当たり前でしょ絶対話してあげませんから。